続きましてトミカリプロダクトのハイラックスオールトモールトと同じです。安いに越したことはありません。スケールは64ナンバー64スケールも1/64トヨタハイラックス。これはポストカーですね、郵便局。メタルベース、あとメタルボディ、あと交換が持てるのは後ろ、非常にストロング。これね、昔 あのセドリックの救急車とかすぐ壊れちゃうのがあるんですよね。これは丈夫です。非常にいいナイスキャスティングです。続きまして、トミカKOMATSU FORKLIFT TRUCK 1/56 スケール、1/56スケールですね。このハンドルよく壊れませんでしたね。ラッキーでしたね。トミカのコンストラクションは比較的壊れるんですね。Many Tomica's construction behold broken. 非常に安いソフトプラスチックパーツ。これのギミックは1、2、3 What do you think? こうやって、絞ります。